これなんかすごいの見つけてんけど、これね、これ新作、雲、月と雲じゃないですか。そうでしょ、うん、見るでしょ、うん、実は、うん、これ角度で、うわすごい、例のオーロラ着物をお借りした小室庵さんにお邪魔しました。あ、めっちゃキラキラする。めちゃくちゃ、はい、キラキラ糸を入れてますので、紅葉が綺麗かなと思います、はい、後半は東京着物ショーの素敵な着姿の皆様をドドーンとご紹介。え、これが図案？そうです、これがね、この着物を作る時の、なんだ、紙で1枚実寸大で、うん、どんな訪問着でもこうやって作るんです、うん、ね、やっぱ着物って合い口とかあるから、うん、こういう風にこう、そうですよね、どんな風にこれ柄が、そうそうそう、うん、もう1枚あるんだ、だからちょっと、いやー、もうこのねお着物を、あの撮影の時に見た瞬間に私はひらめいたんですよ、あのコーデがね、ぶわっとね、うちの店で見た時ね、そうそうそう、あの時ちょっとひそかにね、あの時も、あの時はその決まってたわけ、決まってました、はい、で迷っててどうしようって思って、でその自分の着物で全部揃えるのも良かったんですけど、でも私やっぱりその昔の良さと今このね会社さんのものとこうね合わせてコーデしたらね、いいと思いますね。でも面白かったよ、なんかちょっとこう飛び立っていくような感じ。そうそうそうな、うん、ほんでそのね、オーロラの空を鶴がね飛んだらどうなるのかなって、それは感じたよ、思ったんです。それでいやと思ってちょっと無理にお願いしちゃってでね、この木は何なんですか。オーロラの何かの木っていう、空想の、そうそうそう、で、まあ実際ねやっぱりこのバックのこういう本当にもうこの辺なんかも幻想的な世界なんで、まあもちろんこうリアルな部分もあるけど、まあこういうちょっとこのデザインに関してはね、この辺の昔なんかもようできてるでしょうけどね、でもこういうのもちゃんとほらこういうね感覚的にしてるような仕事でも全部実はこういう風に下書きが、そうそうそう、下書きをしてちゃんとこういうのも計算しながら柄が合うよね。ほんまや、このねオーロラのこのね、このなんていうの、こう壁が動くような感じじゃないですか、うん、オーロラって。そうですね、ちゃんとだからこういう生地もちょっとそういう、これが地紋になるんですけど、うんうんうん、こういうのも全部この雰囲気に合わせて生地を選んでるからね、うん、裏見たら分かる、これは鉛筆下書きしてんねん。いや、ほんまや知らんかった。全部こうやって鉛筆の下書き入れて、この図案を全部透かし取ってそれに合わせて、まあこれぼかしをね、これ裏からしてる。箱がこれが今ここや、ここ、あ、ほんまや、ここはここね、あ、すごい、はい、ここは、あ、ほんまや、はい、で分かりにくいけどこう点々って書いてるところも、うん、こっからここはこの色になりますよと、あ、なるほど、こっからここはこの色になりますよと、なってるなってる、でここはちゃんとこの線の通りにぼかししてますよってことで、やっぱりこう感覚的にふわっとやってるようなものでも、うんうん、で例えばこことここって全然染めてるのと違う場所なんで、あ、そうですよね、うん、だからちゃんとこう設計図作っとかないと、きちっとこう後で柄が合わないですよ。なるほど、うん、いや、ほんでこの地紋まで覆ってるんですよね。そう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 、すごい。あ、地紋はねこう流れがあるからある程度合うようにも見えるんだけど、覆ってます覆ってます、うん、でもなんかこう一応そういう場所を決めて使ってるから、うん、すごいわ。でここはご本入れてるやん。それあの最初白生地の時に白塗りしてるんで、ここは入ってないと思います。ちょっと入れてんじゃん、白生地が白じゃないと、一応白汚しは染めてます、うんうん、でもなんかこうちょっとじゃね、いろんな白がありますね。そうそうそう、だから例えば五分って言って、うん、貝殻の粉のちょっと入ってる、うん、そういう白い艶のある染料も使いながら白の艶やかさを出してる、ねえ、うん、すごい、この、そうそうそう、下からこう見上げてね、だけも違ってきます。ああ、本当や。いや、気づいてへんかった。いや、気づいてなかった。うん、気づいてへんかった。あの、いや、もう怖いし触ってないですよ。あれ、着付けは誰がした？
あ、着付け専門の方がいらっしゃるんです。はい、で私が絵を描いて、こんな風にこんな風にって言ってお伝えして、結構仕立て方も着付けの仕方も結構斬新な、うん、はい、あれは考えた、はい、考えて絵を描いて、絵を描いて、はい、ここはこうしてって言って大丈夫でしたか？大丈夫大丈夫、よかったよかった、なるほどな。そうですね、この辺もこれボーグがやったのやろう、だってなっそうですね、そうですね、これはほぼの、まあ、うちなんかも染めの職人と、うん、いろんな職人けど、こういうのも全部下にこの形に糊を置いて、うん、貼っていくのは彼がやりました。そうなんですか。あ、ちょっと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 、はい、うちの職人です。あ、もういつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。何が得意なんですか？何でもやるよ。特に何でも。今さっきやってたのは、ローも置くし、うん、あとこういう箔もやるし、うん、図案とかは僕が作るんだけど、うん、あとは、いや、あの結構オールマイティーやな。そうですね。すごいな。白生地の品感情もするしね。ね、でもね。私もするしな。すごいな。頼もしい。うちは人がいいからみんないろんなことしなあかん。すごいわ。そう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 。いや、こんないいの見せていただいて。ね、うん、あ、すごい。これいいサバンナ。下に下に二枚シリーズで。赤があ、知ってる知ってる。赤が、はい、それが赤の時は下に動物か、なるほど、そうそうそう、それで動物さんやった、リードが動物遺品屋になってまうもん、あ、だから赤の時は、うん、こちらは小室庵さんの最高級のブランドのミュロカフーさんのインスタグラムです。雑誌とかで見るお着物がずらーっと素敵ですよね。なんかサバンナみたいな感じでしたよね。赤の画像はちょっと送っとこうか。あ、見てますちゃんと、うん、赤のだからこれを一つの図案を青バージョン赤バージョンで作ったから、袖はこういう、そうそう、あっちの時赤バージョン、赤バージョンの時、袖がちゃうんやん、そこは変えずにオーロラバージョンとサバンナバージョンを作ったから、これ今なるほどね。いや、またそれ見る楽しみが増えましたせやったせやった、俺も忘れたわ。いや、似てるなと思ってたんですけど、木は一緒やね、うん、それを木黒やったね、うん、青と、うん、そう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 、全部見てますちゃんと、赤い時はこの動物描いたそう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 、そのシルエットがまた素敵でね、そうです、そうです、いやありがとうございます。これなんかすごいの見つけてんけど、ね、ね、これ新作、雲、え、うん、月と雲じゃないですか、そうでしょ、うん、見るでしょ、うん、実は、うん、これ角度で、うわすごい見えてる見えてる、すごい浮き出てくんのよ、変化白って言ってちょっとね、角度で要は角度を変えて絵が織り込んだって、うん、え、ほなこれ来た時どうしたらいいんですか、来た時はもう動き回らなあかん、いやだからこれあの深々とお辞儀するしかない。なるほど。いやーすごいわ。こっちは逆にだから折り方を逆にしてあるからこうちょっとね、こう、あ、じゃあ普通の時に、はいはい、そう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 。あ、ほんまや。逆にした。あ、いやーどっちがいいかなー。面白いでしょこれ。で前なんかも。どっちがいいかなー。前もねこう角度でこうちょっとねこう。あ、はい、いやーすごい。雲から、みんな見てる人どっちがいい？普通に立てて見えてお辞儀したら好きになるか、わすごいね、うわすごいわ、そう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 、これなんか面白いな、これ月の方がいいかもしれんな、月の方がいい、あの立ってる時が、あーなるほどね、こっちやね、立ってる時ね、うんうん、でちょっとこ う, そ う, そう角度つけるとこう、いやバチーさんどうしはったんってなって、そうそうそうすごい、面白いでしょ、だからこれも染め物を織り込んであるんだけど本当に角度で、ね、こういうすごいわ、こっちなんかこれなんか面白いな、これね、うん、こっちはわかる、花咲かじいさん、ああ出てきた、ちょうど桜がすごい、え、角度、これ今裏な今裏な、今裏なか、すごい、
い、ね、これがもう三分咲きぐらいでこう満開みたいなね、うん、あ 今ね花坂がじいさんいなくて、ね、お花だけでしょ、そうそうそう、はい、ただ実は花坂じいさんが頑張ってるという、面白い、これどこに抱えるんですか、これはね、うん、まあ、一応あの商品によって分けですけど、うちの店でも、うん、あ、岡崎店で、岡崎店でも扱ってますし、まあ、一部はまあ問屋さんに流すやつもあるし、ね、うん、今本当にここのはね今日上がってきた新作なんで、ね、いや、うん、夏のやつもちょっと横に映ってるけど映しといていいかな、これね、夏のやつ、映しといて、あのこれも今日上がってきたばっかりの高麗組の夏と一重で使える帯締めレース、だからこっちの白い方がまあ絹糸で、うん、こっちの黒とかグリーンとかこの藤色がレースになってて、うん、これ僕が色出したんやけど色綺麗でしょ、シンプルに、うん、でね、ちょっとこうずらしてあるから、まあ、逆を使えば逆の、うん、あの逆の配色にこうなんやけど、うん、両方使える、このずらしが憎いな、ほんまに今日上がってきたばっかり、うん、これはまあ店頭で、あの、まあ、来週ぐらいから販売していこうかなと思って、楽しみ、うん、そっか、もうすぐ使えるもんね、そうですね、これちょうど時期が今ね、あの今年はちょっと夏の帯締めもとか、うん、ね、いろんな夏物、ね、夏に向けてやろうかなと思ってて、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、そしたらあのこちらのお着物が、はい、あの東京着物ショーであの大活躍してくださいまして、あのお礼を言いに参りました、本当にありがとうございました、それであのせっかくね素敵なお着物にあの私は鶴のアンティークの帯を合わせさせていただいたんですけども、あのコムガーンさんやったらどんな風にコーデしはるのかなっていうのが知りたくって、はい、ちょっとお邪魔しました、はい、であの以前お世話になった店長さん、はい、栄店長さんと、はい、今日はなんかあのお綺麗なスタッフさんがいらっしゃったのでちょっとなんかお名前だけいただいて、ありがとうございます、はい、あの私あの普段は西陣織で織物をデザインしております、はい、そうなんですか、中澤ちかと申します、中澤さん、あ、今日はお願いしま す, お願いします、え、帯のコーデしてくださるんですか、あ嬉しい、お願いします、よろしければ、はい、お願いします、 お願いします、そしたらあ撮りますよ、なんかいっぱい出てきたのと今日なんかすごいその後ろにすごい飾ってあるなんか今イベントされてるんですかとかではなくて、これはですね、うん、あの先ほど、はい、そうなんですかブランドじゃないんですけれども、はい、和光坊名月という野望で作られていく、はい、あ、そうなんですか、ちょっとへえ、ちょっとこういうの作っていただいて、うん、あ、なんかいつもと違うと思って、そうなんです、そうなんですね、はい、西陣織で、はい、こういったものばかりなんですが、ちょっとせっかくやし、あ、こちらがあれですね、はい、ご説明ですね、はい、すごい、ああ、この、あ、これ前可愛いなって言ってて、まあ嬉しいです、あのクロワッサンと猫ちゃん、はい、あ、そうなんですか、いや、お会いできてよかった、いや嬉しいです、こちらこそ、こちらは社長 の, あの、はい、デザインからいただいたデザインの、そうなんですか、はい、素敵な色合い、ありがとうございます、これなんかちょっと面白いんですけれども、うん、ただのぼかし の, あのドットに見えるんですが、はいはい、実はちょっと見る角度を変えると本当だ、わかるかしら、あのね、わかります、わかります、7つ星が出てくるんです、え全然わかってへんかった、ここに北斗七星があって、これがちょっとね、うん、見え方を変えるだけでね変わるんですが、ちょっとわかりにくい、星なんです、実は星だったっていう、わかられますかね、ちょっと向きを変えると星が出るんです、どこに、わからないかな、いやもうこれはじゃあもう来てのお楽しみやね、あ、そういうことか、わ、はい、かりました、わかりまし た, ました、あ、出た出たほんまや、こんな、ほんまや、ちょっとこんなあの角度やだやだ、折り回って立体なんです ね, ね、立体なのでちょっと角度変えるだけでこんな風に出てくるよみたいなのが、え、これいつまでされてるんですか、ずっと置いてます、ずっと置いてるんですか、あ、わかりました、よかったですね、たくさんの方に多分見ていただけると思いますよ、ありがたいです、めちゃめちゃありがたい、あ、そうしたら、はい、一回終わって牛さんもやった、牛さんもやった、すごい、じゃあこの着物に
どんな帯を合わせてくれはるのか。はい。え、これは店長さんが選んでくれはったんですか。あ、そうですね。はい。わかりました。じゃあ、じゃあちょっと帯を貸していただきますね。はい、まず一つ目。はい。ちょっとこういう豪華に、はい、合わせていただいてもいいのかなと思います。わあ、素敵。これは何という帯ですか。袋帯ですね。これ袋帯ですね。はい。でこれもね角度によってちょっとこう、うん、キラキラとするんで、あ角度で、はい、あほんまや、あめっちゃキラキラする、めちゃくちゃ、はい、けどキラキラします。動画では分かりにくい、あ今キラキラした、あすごい、これなんでこんなキラキラするんですか？これはねあの白をね、うん、織り込んでまして、うん、そうなんですか、はい、うわすごい、このオーロラの着物とめちゃくちゃ、はい、あのこのキラキラがいいですね。あ、はい、あ、素敵や。まや。はい。じゃあ二点目を、はい、お願いします。これは染めの月の帯ですね。あら。はい。すごーい。これも生地にちょっとね、うん、キラキラする糸を入れてますので。本当だ。はい。これすごい。なんやろ、奥行きを感じるっていうか、そうですね、ねえ立体ではなくて奥行きっていうか、そうですね、はい、すごいわ、これはね染めで表現してるんですけども、染めで、はい、すごい、ありがとうございます。これ実物で見る方がめっちゃ素敵、はい、うん、うん、ぜひ素敵です。聞き忘れたお値段はちゃんと後から聞きましたので動画の後半で。3点目になるんですけども、はい、はい、こういう色が綺麗かなと思います、はい、色がぴったり、そうですね、すごい、うーん、こちらも染めですか。こちらも、はい、染めです。うーん、素敵な色、なるほど。こっちはなんか、こっちは織ですか。あ、これがね、うん、織りの部分ですね。そうなんですか、はい、で、この織りの上にこの染めがこう、そうです、してあるってことですね、はい、染めてます。うわー、すごい、あーこれだったらやっぱパーティーですかね、はい、パーティーいいと思います。ちょっとしたパーティーやったらいいのにねそんな行ったことないけどすごい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。ドジュバンが、おじゅばんが気になるからあ、これコムランさんの、はい、あのこの間帯揚げがなんかね、あ、そうですね、コムランさんのやつって言ってはったのと、別注の生地で、ね、はい、別注の生地でね、はい、中島の別注の生地で、これは証券で洗えないタイプですよね、はい、あ、そうです ね、はい、こっちが真っ黒で、もっと真っ黒な、あ、今ちょうどこのぐらいで売ってる他には色はあるんですか。ね、この2色で、はい、やってます。他の襦袢とかは？はあるんですけども、うん、もうオリジナルはこの。あ、はい、なるほど、わかりました。ね、はい、うーん、黒もええな。黒かっこいいと思います。ね、はい、あ、ちょっとわかりました。あのコムランさんの着物にやっぱり合いそうですよね、これね。めちゃめちゃ、はい、ね、合うと思います。ありがとうございます。はい、今赤いおじばんを探していて見てみたんですが、黒いおじばんも素敵でした。あー、このね帯、怖くてお値段聞けなかったんですけども、後から連絡して教えていただきました。こちらは16万5000円。そら、そのぐらいするよね。こんなに綺麗でキラキラだもん。素敵。それでね、私が意外にこれがいいって思ったのが、実はこちらのおぼろ月。素敵です。この奥行き感と、なんか素敵。こちらはお安かったら嬉しかったんですが、なんと税込み297,000円でした。ちょっと高くて、しばらく
手が届きそうにはない。まさにおぼろ好き。最後にこちらは小室杏さんらしいステンドグラス柄、素敵。色合いもバッチリ合っていて、この斜めの切り替えがとってもこのお着物と合ってるなって思いました。こちらは税込み27万5000円でして、欲しいけどな。こんなに私がブツブツ独り言言ってるって多分知られへんと思うんですけど、今日はおぼろ月の帯が一番良かったかな。欲しいな。それではここからは東京着物ショーのご報告です。行ったらもうすっごい暴風で大変だったんですけど、お昼から晴れましたよ。副部長さん行ってしょっぱなにやらかした帯、ここからお声掛けいただいたフォロワー様の着姿コーデが続きます。皆様とっても素敵でした。お話に花が咲いてしまってお写真を撮り忘れた方もいっぱいいらっしゃいました。皆様ありがとうございます。以前の動画でもご登場いただいた山崎陽子さん、素敵な着物と帯をもう一度アップで見てください。この江戸小紋がね、狐さんの柄なんですよ。こちらには蝶々さんとリスさん、着物のおしゃべりをしているとついつい笑顔になりますね。たくさんのフォロワー様に囲んでいただいている様子をしのちゃんが撮ってくれました。ここからは中野幸太郎先生の仮装用の着物ショーになります。昭和の懐かしい弾き語りの音楽に合わせてモデルさんがこの一段の段差を上がって降りられる時に着物がふわっとなびくのがとっても綺麗でした。初めてユーチューバー仲間のおしゃくみさんに会えました。そしてちょっと疲れが出た2日目の朝は大奥や有名な映画ドラマで衣装担当されている先生の着付け教室にお邪魔しました。
こで大奥ごっこができる。素敵な帯結びがいっぱいで感服、また夢が広がりました。ここからいろんな写真が混ざりますが、一応3日目。日傘と帯がお揃いなの？ズミネ素敵よ。なんか電光掲示板みたいな帯をしてる面白いお兄さん来はって、顔出してもいいよって言われたけど隠しとくね。途中でアイラブ着物っていう帯がキラキラ光っててすごかった。あ、桃雪さん、はじめまして。おおきに。タイのタイ、かっこよかったな。あ、ももさんや、うちのズタバーチーの帯素敵に締めてくださっていました。わちゃわちゃにぎやかな3人組、アッキーさんと愛と書いてめぐみちゃんとぴょん様。二人でおしゃべりしてるこの写真お気に入り。時蔵さんの半幅帯をやらかす直前の写真。全身時蔵コーデの素敵なお客様兼お手伝いのスタッフ様。この素敵さが写真では伝わりにくいのが悔しい。おしゃれな上級メンズさんもいっぱいいらっしゃいました。ここからはバーチープロデュースアイドルグループのおみこちゃんとさかなさん、二人は多分フリー素材かな。タイのタイ、やっぱり気になってこっそり試着。ツタヤキューベイさんとのコラボへこうび、たくさんの方にご購入いただき本当に嬉しかったです。言い忘れてたんですが、鱗の柄が10センチ間隔になっているので測らなくても使いやすくなっています。それは私がもう帯にちゃんと長さ書いといてえなって思ったところからのアイデアです。ある程度の張りがあるので代わり結びやいろんな結び方ができます。これは確か吉屋結び、こちらは貝の口。なんか半幅帯の結び方あんまり得意じゃなかったんですが、ちょっと楽しくなりました。これを機に頑張ろうと思います。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。いいねとコメントもお願いします。バイバーイ。